科学特捜隊の早田隊員は未確認飛行物体を追跡中に赤い光の玉と激突、そのまま竜ヶ森へと墜落した。私は M78 星雲の宇宙人だ。遠い宇宙から怪獣を追って地球にやってきた。申し訳ないことをした早田隊員、その代わり私の命を君にあげよう。私は君と一心同体になる。共に地球の平和のために戦う。ハッハッハッ。龍ヶ森湖に怪獣出現の緊急連絡が入った。科学特捜隊は直ちに現場へと急行した。M78 星雲の宇宙人からその命を託された早田隊員、ベーターカプセルで宇宙人に変身した。ウルトラマンを支える太陽エネルギーは地球上では急激に消耗。そのエネルギーが残り少なくなるとカラータイマーが点滅を始めるのだ。ウルトラマン、立て。君が死んでしまったら地球はどうなってしまうのだ。立つんだ。
上では急激に消耗。そのエネルギーが残り少なくカラータイマーが点滅を始めるのだ。君が死んでしまったら地球はどうなってしまうのだ。そのエネルギーが残り少なくなり、カラータイマーが点滅を始める。強力な電波を発する物体が飛来し、調査に向かった科学特捜隊。そこで彼らが出会ったのは、地球侵略を企てる宇宙人であった。科学特捜隊により計画をくじかれたバルタン星人は人類に対し報復を開始した。
える太陽エネルギーは地球上では急激に消耗する。そのエネルギーが残り少なくなるとカラータイマーが点滅を始める。突然の山崩れで水力発電所が破壊された。しかしそれは発電所の電力を求めて暴れ回る透明怪獣の仕業であった。第三火力発電所の警護に当たった家督隊の前、ネロンガが姿を現した。急激に消耗する。そのエネルギーが残り少なくなるとカラータイマーが点滅を始めるのだ。君が死んでしまったら地球はどうなってしまうのだ。
謎の航空事件を調査して幻の町バラージへとたどり着いた科学特捜隊。そこで彼らは砂嵐と共に現れた古の怪物に襲われる。砂漠の人々を襲う怪物アントラーを食い止めるため、ハヤタは立ち上がった。に消耗する。そのエネルギーが残り少なくなると、カラータイマーが点滅を始めるのだ。気象庁から依頼を受けた家督隊は多々良島へ調査に向かうこととなった。キャップ、あそこです。始めるのだ。
遠く地球を離れ、侵略者の罠に陥った科学特捜隊。防衛力を失った地球は絶体絶命のピンチを迎えることとなる。テレポーテーション。ウルトラマンは瞬間的に他の場所へ自分を移動させることができるのである。闘志がある限り、ウルトラマンは負けない。さあ、立ち闘志がある限り、ウルトラマンは負けない。さあ、立ち
ウルトラマンはカラータイマーが消えてしまうと再び地球上で活動する力を失ってしまうのである。闘志がある限りウルトラマンは負けない。さあ立ち上がれ。力を失ってしまうのである。闘志がある限りウルトラマンは負けない。さあ立ち上がれ。Yeah.
工事現場から発見された不思議なカプセル。それは古代人類が封印した凶悪な2匹の怪獣であった。先に目覚めた赤い怪獣がオリンピック競技場に姿を現した。赤い怪獣が強敵だ。了解。闘志がある限りウルトラマンは負けない。さあ立ち上がれ。闘志がある限り
ウルトラマンは負けない。さあ、立ち上の闘志がある限り、ウルトラマンは負けない。さあ、立ち上闘志がある限り、ウルトラマンは負けない。さあ、立ち上
ラマンはカラータイマーが消えてしまうと再び地球上で活動する力を失うらしい。海洋センターでの決死の救出作戦が展開される中で、科学特捜隊に巨大な影が忍び寄る。海底に姿をくらましたグビラだったが、なんと地上に姿を現した。ウルトラマンはカラータイマーが消えてしまうと再び地球上で活動する力を失ってしまうのである。ゴモラが大阪城東に出現したとの緊急連絡を受け、家督隊は直ちに大阪へと向かった。Yeah.
ラマンはカラータイマーが消えてしまうと再び地球上で活動する力を失ってしまうのである。怪獣酋長の恐るべき計画をキャッチした科学特捜隊は計画を阻止すべく怪獣集結地点へと飛び立った。科学特捜隊はピグモンの案内で一路怪獣集結地点へと向かった。大円盤部隊を率いて現れた最強の刺客を前に家督隊は窮地に立たされた。地球最大の決戦が始まる。ゼットン星人に裏をつかれ絶体絶命のピンチに立たされた科学特捜隊。最強の刺客を前にウルトラマン、勝て。
ウルトラマンはカラーファイバーが消えてしまうと再び地球上で活動する力を失ってしまうのである。ウルトラマンは敗れ去った。地球の私は M78 星雲の宇宙警備隊ゾフィー。ウルトラマン、君は十分地球に尽くした。さあ、私と一緒に光の国へ帰ろう。ゾフィー、ゾフィー、私の体は私だけのものではない。私は地球に残る。ウルトラマン、そんなに地球人が好きになったのか。しかし、地球の平和は人間の手で掴み取ることに価値があるのだ。ウルトラマン、君がいつまでも地球に残っていてはいけない。さあ、君と地球人の体を分離するぞ。凶暴な怪獣を倒し、宇宙からの侵略者と戦ってくれた我らのウルトラマンが、とうとう光の国へ帰る時が来たのです。さようなら、ウルトラマン。ありがとう、ウルトラマン。